だろう。そのままの現状を教えてくれればいいよ。わかった。はっきり言うと、目は完全に潰れてる。だから今後絶対に治ることはない。リンちゃんの能力でもどうにもならないの。私の妄想は発動している時だけだからずっとは治らない。ろか。いよいよ、むしろ命があるだけマシだったよ。一歩遅れてたら私は目だけでは済まなかったんだから。うん、本当にギリギリだった。でもおかげでテロ騒動はなくなったんだよね。うん、ここ数日テロはピタッと止まったわ。よかった。ここずっといろいろあったんだし、今はゆっくり休んだらいいと思うよ。そうだね、この数ヶ月本当満足するくらい大変だったよ。それまでは同じ日常に飽き飽きしてたのにね。平和って失って初めて大事さを感じることができるんだよね。今までの私たちは平和に慣れすぎていたってことなのね。本当、痛感してるよ。失礼します。あ、誰か来た。あら、先客がいたのね。こんにちは。誰だろう、あんな綺麗な人、月下さん以来だよ。せっかねえ、わざわざ来てくれたんだ。月下お姉ちゃんから聞いてきたのよ。月下お姉ちゃん、せっかねえ。あ、自己紹介してなかったわね。私はロカの姉で、次女のせっかと言います。よろしくね。ロカと月下さんとはまた違うタイプの人だ。姉妹の中で一番凶暴な姉だよ。うるさいわね、それで容体はどうなの。実は月下お姉ちゃんからはここを紹介されただけで容体を聞いてないの。なら、私が説明します。その代わりロカちゃんはもうそろそろ睡眠の時間だから外でお願いします。そう、わかったわ、行きましょう。二人はここにいてあげて、ロカは意外と寂しがり屋だから。もう、うるさいな、せっかねえ。しっかり休みなさい。ふふ、やっぱり姉妹だね。任せてください。私たちが責任を持って面倒を見ます。ありがとう。それじゃあ、こちらに。ロカの容体を聞かせてもらってもいいかしら。そうですね。挨拶が遅れました。私はロカちゃんの友人で医者をやっている。リン、カルデントと申します。へえ、見た目はロカと同じくらいなのに。ふふ、年齢もロカちゃんと同じですよ。すごいわね。ってことは大学院も出てるってことだよね。はい、13歳の時に卒業しました。すごい友人を見つけたわね、ロカ。えへへ。それで今のロカちゃんの状態なのですが、あの包帯を見てもらったと思います。そうね、あれは一体。今のロカちゃんは片目が完全に潰れてしまっています。その他の傷は治癒系能力で治したのですが、目だけはどうしても私たち程度の治癒能力ではどうしようもありません。ロカも随分重傷を負っているってことなのね。そういえばロカはテロリストのリーダーと戦ったって聞いたけど。はい、私でよければ、ここまでの経緯を簡単にお話ししますよ。そうね、お願いするわ。私たちはとある町の異変を解決してから、私たちは気分転換に南国の島、常夏島、で過ごしていました。最初はみんな心の底から楽しんで、心の傷も癒えてきたのですが、ここでもいろいろ事件に巻き込まれました。ここの内容は今回関係ないので省略します。それで私たちは、常夏島、を後にして、一度ロカちゃんの故郷、つまり四季神社に向かいました。それでロカちゃんの実家に帰ったらたまたま月下さんが幻想郷に遊びに行ってて、ロカだけ急いで幻想郷に行きましたね。ああ、私と幻想郷で戦ったとか。それでロカちゃんが帰ってきて、一泊した後、久しぶりに学校に帰ったそうです。私は別件でロカちゃんと離れていたので詳しい内容はわかりませんが。その時はちょうど私と大岡が月下お姉ちゃんの元で修行してた頃ね。それから世界的に不自然な死体が次々出てきた事件が発生しました。知ってる。この事件こそが、新紀元の目的、新世界計画の始まりだったのよね。それから世界で1万近く変死体が出てきたあたりで、世界各国の街でテロリストが現れました。信じられないと思いますが、そのテロを起こしていたのはたった2人の男でした。一人は、音、を操り、一般市民を狂気と絶望に落とし、広範囲で殺し合いをさせるなどをしていました。その男の名前はラウダー。自らテレビ局で名乗っていました。そしてもう一人は召喚師と魔術師を兼ね備えた、歪み、を操る能力者でした。こっちは悪魔を大量に世界各国の街に召喚し、人を無差別に殺害させていました。しかも、その下準備はディアンという悪魔が、恐怖の回廊、として世界中から負のエネルギーと悪魔界をつなぐゲートを作っていたそうです。長い年月をかけた計画的なテロだったってわけね。実はそのディアンという悪魔は数ヶ月前にロカちゃんが倒したんですよ。そうなんだ、つまりその数ヶ月前から準備はストップしていたってことなのね。はい、だからロカちゃんが壊していたところの街は悪魔の影響を受けませんでした。それでその後どうなったの？世界の事件は地球防衛軍の人たちがほとんど解決してくれました。
それに苛立ちを見せたテロリストの二人は地球防衛軍の隊長の家族を皆殺しにするために、ロカちゃんの故郷を直接狙いました。結果的に四季家の人たちがテロリストを返り討ちにしたことで事件は解決したのですが、その結果、ロカちゃんは大怪我を負ってしまいました。これがここ1ヶ月起きていた事件です。聞いてはいたけど、そんな大変なことになっていたなんて。結果的にテロリスト2人は倒されましたけど、今この世界はすごいダメージを負っています。日本だけでも10万人以上、世界で見たら300万人以上の方が犠牲になったと聞きます。それを含めてユリコたちの計画が加わっていれば、それ以上では収まらなかった。ここ最近、ずっとロカちゃんは精神的に参っていました。近くでずっとロカちゃんの辛い表情を見てきたのでわかります。今は、休んでいた方がいいんです。そうね、今の状態でロカにお願いするのはちょっと。お願い。なんでもないわ、それで目のことなんだけど、もしかしたら治せるかもしれないわ。方法を知っているんですか？私の妹のウーカが、治癒系能力者なんだけど、あの子なら潰れた目も治すことができると思う。確証はないんですか？ない、けどそこら辺の治癒能力者よりかは強力な霊力を持っているわ。現に、爆発した肉体を瞬間的に治すこともしている。それは、確かにそれほどの治癒能力者なら治せるかもしれない。とりあえず、時間が経ったらロカと話してくるわ。あなたたちは寝るところはあるの？いえ、ここ最近はロカちゃんの病室で寝ています。それはいけないわ、私の実家で休みなさい。大丈夫です、それよりロカちゃんか。あなたたちを見ててわかるけど随分疲れてるわよね。肉体的にも精神的にも。それはみんな一緒ですよ。でも無理する理由にはならないわ。今日、明日は私とウーカが看病する。あなたはその間、肉体だけでも休めなさい。わかりました。ひなちゃんとしずくちゃんを連れて四季神社に向かいます。うん、これからが大変だからね。今は休んでて。はい。私も少しロカと話したら戻るわ。わかりました。それでは失礼します。ちょっとロカと話そう。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか？ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。